日本語の方言区分の一例。方言区画論とは日本語の方言の区分論である。方言の地域区分を方言区画という。日本語の方言区画は、まず本土方言と琉球方言に分けられる。本土方言内の方言区画は、学者によって異なる。中でも、最も構成に影響を与え、今も多く参照されているのは、 東条美佐夫が1953年に発表した区画である。この案では、本土方言は東部方言と西部方言と九州方言の3つに分けられた。東条の目指した方言区画は、方言全体の体系の違いを基準に、日本語が内部でどう分裂し、各方言がどういう相互関係を持っているかを示すものだった。 しかし、地域間を移動すれば方言が次第に変化し、明確な境界線が引けないということもあり得る。個々の項目、例えば、元気だというか、元気じゃというか、あるいは、背を、背と発音するかしないかなどには確かに境界があるが、それぞれがバラバラの境界線を持っているため、これらを一つにまとめて、方言境界を定めることは簡単ではない。そこで、方言区画では、 一つ一つの単語の違いよりも、文法や音韻アクセントの体系的な違いが重視される。特にアクセントは、それ自体が体系を成している。東場が、東日本方言と西日本方言の境界を、愛知、岐阜と三重、滋賀の間に引いたり、中国方言と四国方言を分けたりしたことには、アクセントの違いが反映していると言われている。しかし、東場の区画は、 どういう手続きでその結論に達したか、具体的には示されていない。一方で、宮古武行俊夫や奥村光雄は、母音、子音の性質や、断定の助動詞、命令形語尾の違いなど、区画に用いる指標を何項目か示した上で、それらを重ね合わせて、境界を決める方法を取った。例えば奥村は、東日本方言と西日本方言の境界線を引く。 指標として、アクセント、レンボイン変化の有無、和行五段同士の、勝った、降多などの境界を示している。結果として、土地区案では、北海道方言が、北大方言の中に、東関東方言が、南大方言の中に入れられ、岐阜、愛知方言は、西日本方言に入れられた。奥村案では本土を東日本と西日本に分け、さらにそれぞれを二つに分けている。 加藤正信は関東方言と東北方言の境界などに関して、登場案では行政区画や地理的区分をある程度重視しているのに対し、土地区案では行政、地理的区分から解放されていると評価している。近代地春彦の説はこれらとはかなり違い、近畿、四国の内和方言、西関東、中部、中国などの中和方言、 東北や九州などの外輪方言、琉球方言にあたる南東方言に分けた。近代地は、アクセント、音韻体系や活用体系などの言語のより根幹部分の違いを重視しようとした。例えば外輪方言は、即音、発音、超音を独立の単位として認めなかったり、形容詞が無活用となったりする傾向がある方言としている。一方で、方言集見論を唱えた。 柳田国夫は方言区画論を否定している。これに対して、東条は方言区画論では方言全体の体系を見ようとしており、語彙だけを見る方言集見論は方言区画論と対立するものではないと反論している。しかし、日本語での方言の形成においては、日本語の祖語が歴史的に複数の方言に分岐するだけでなく、隣接する土地からの語彙の流入。 電波も置き、両者が複雑に絡んでいる。方言区画は、主に方言の分岐の仕方を捉えて行われている。様々な説が提唱されてきたが、現在も、絶対的な区分案は存在しない。音韻、アクセント、文法の糸口要素を総合して区分が行われるが、どの要素を重視するかで区分は異なってくる。以下では、文法、アクセント、音韻それぞれによる、 方言区分案を示す。文法による区分では、本土方言を東日本方言と西日本方言に区分される例が多い。八条方言は東日本方言の開区分とされる場合と独立区画とされることがある。九州方言は西日本方言の開区分とされる場合と独立区画とされる場合がある。断定の助動詞、だ、じゃ、 矢の分布図東日本方言であっても、西日本方言であっても、これらの要素すべてを満たす方言は多くはなく、あくまで要素として当てはまる数の多少などを考慮して総合的に判断される。琉球方言の文法は、本土方言と大きく異なる要素が多いが、西日本と共通する要素、東日本と共通する要素も存在する。日本語の方言のアクセントは、 京阪式アクセント、東京式アクセント、無型アクセントを角に、その和形や中間型が存在する。日本語のアクセント分布文法やアクセントによる区分の他に、音音による区分もある。日本語の方言には以下のような分布を持つ特徴が認められる。東北地方を中心に、北海道沿岸部や新潟県北部、栃木県、茨城県、さらには北陸地方、 鳥取県西方期、島根県出雲、沖で聞かれる発音の特徴は、裏日本式音,音音と呼ばれ、母音体系に以下の特徴が見られる。異端とう段の母音が近い発音になり、中舌母音となる。特に、死と、す、ちとず、とずの区別がなくなる。エダ段の音は、共通語のえよりも異端に近い発音となり、母音単独では、糸への区別がない。 共通語のう団の語令がかなりの程度でお団音になる。このうち1.1、死と、す、死つ、じと図の統合は主に東北地方と富山、雲白地域で見られ、東関東では区別がある。出雲や与那子では、く、く、ふを除くほとんどのう団音が、いだ音との区別をせず、と発音される。2は、東北、北海道、北陸、出雲、 長野県北東部で見られるが、東北北部日本海側の老年層では、母院単独の意図への区別がある。3は、山院、北陸、長野北部、東北の日本海側から北端にかけて広く分布する。ウダン母院については、東京方言でも、言うよりやや、中下よりで、遠心性の弱いであるが、西日本方言や九州方言では、 唇の丸みを帯びかつ奥じた母音の U で発音される。沖縄、九州、高知県、紀伊半島南部、静岡県以下は、山梨県奈良田、伊豆諸島などの太平洋側、西南日本では共通して以下の特徴が見られる。D、10、D、2がある。A、O と共母音化する傾向がある。A 音を A でなく、A という。五島に P 音が存在する。 正門破裂音を頻用する。1は、沖縄、九州、高知、紀伊半島南部、長野県南端、山梨県奈良田、伊豆諸島と島、伊豆諸島、新島などで見られる。レーズメツ爪、太陽、ティーダ、ティーダ。また北陸、東北地方の山間部にも、ティ、ジュ、ティ、ツなどが見られる。2は、沖縄、九州、高知、 静岡県以下は、伊豆諸島全域で広く観察される。霊具も、クム、キン、カニ、ゆか、つく。3は、沖縄、九州、高知、紀伊半島南部、伊豆諸島都市まで見られ、これらの地域では先生を、先生、センスでなく、先生、先生という。4は、沖縄、静岡県以下は、八丈島で見られる。霊花、花、ホス。 ブス。5については、沖縄、九州、静岡県以下は、山梨県、奈良田などで、正門破裂音が頻繁に聞かれ、沖縄では、が、音素として確立されている。例、AAMI 雨。方言学者の柴田武氏は、方言論の中で、八条方言について、音声印象からすると、どこか沖縄の主理方言を思わせるものがある。 と記している。四つ金の分布図。緑色に塗られた地域の方言が、いわゆるズーズー弁。ありがとうございます。